どうも皆さんこんにちは、はるにゃんでございます。はい、新年、明けましておめでとうございます。今年もはるにゃん TV どうぞよろしくお願いします。ということで、今日元旦なんですけれども、早速ですね、この元旦から私は、ファッションセンター島村にね、朝に行ってまいりまして、並んでですね、はい、お目当てはプチプラのあやちゃんの福袋なんですけれども、めでたく、はい、無事にゲットしてまいりまして、はい、こちらですね、はい、この福袋をですね、今回は、中身を開封しつつ、まあ、どんなものが入っているかとか、まあ、実際にね、試着したりしてね、はい、こちらのプチプラのあやちゃんの、福袋2020年、レビューしていきたいと思います。はい、じゃ気になる方ぜひ見ていってください。それじゃあ始めていきます。はい、では早速ですね、始めていきましょう。でですね、一応の商品番号とかタグをですね、ちょっとここら辺に、はい、画像で貼っておくので、もし気になる方は、はい、ちょっとその商品番号をご覧ください。で、お値段の方がですね、2728円、まあ、税込みで3000円ですね。はい、で3000円としてはですね、結構いいものが入ってるんじゃないかと、はい、広告を見てですねあ、これ良さそうだなと思って、もう本当に買うことをねはい、その元旦の朝に決めてすぐ買いに行ったんですけれども、はい、じゃあ早速ね、実際見せていきましょう。こんな感じですね。こんなバッグに入っております。まあ、このね、外のねバッグもすごい気に入ったんですけれども、結構ね、はい持つところはね長めなんですけれども、大きいです。だからなんかちょっとした旅行とかでもね、はい、行けるんじゃないかなと思うし、だから私もこれからね、次女を連れて、はい、旦那さんの実家の方にまた帰ったりする時とかもね、なんか結構子供のものとかもドカッといられそうな感じかなっていう感じです。で、生地の方はすごい柔らかいんですけれども、結構ね、しっかりしてて頑丈な感じです。で、まあポケットもついていたり、あとはなんか一応とね、はい、ここがボタンのバッグになってます。ただちょっとね、中はそうそう、チャックじゃないのかな、はい、チャックではない感じです。まあ、ここがね、じーっとこうチャック閉まってるとね、ちょっとまあ安心っちゃ安心なんですけれども、一応と、はい、ボタンで止めるような形になってます。はい、でもね、旅行のものを入れるには本当に十分なくらいなんです。ちょっとマザーズバッグですから、少し大きすぎるかなと思うんだけど、例えばなんかこの間みたいに動物園だったりとか、まあ、ちょっと長い時間出かけるんだったりとかするんだったら、まあベビーカードに入れといてもいいかもしれないね。なんかお弁当とか入れたりするのはね、はい、まあ、そんなママ的な意見もありますがはい、じゃあね、一応とかけたところもね見せようと思いまして、まあ、こんな感じになってます。まあ、買った時の長さなんですけど、まあ、大体こんな感じになってます。で、パジャマやないかい。パジャマやないかい。めっちゃパジャマですけど、気にしないでください。はい、こんな感じで、はい、これぐらいの高さです。まあ、一応ね、調節はできるみたいなので、まあでも、これだけでっかいのでね、あんまり長いとね、なんかちょっと田舎の昔の中学生みたいな感じになるんじゃないかなみたいな。はい、感じになりますけどね。はい、でもなんかこう柔らかいからね、なんかフィットする感じで良さそうな感じがします。はい、まあこれくらいの長さがちょうどいいだろうな。もう本当に長くするとちょっとこうね、尻に当たってちょっと嫌な感じがしますね。でも楽ちんだね。なちょっと重いもの持っても、うん、ちょっと楽かなって感じはしますね。はい、とりあえず全体的な感じは、しょった感じはこんな感じなんですね。はい、じゃあね、中は何が入ってるのか、はい、じゃん、一つ目押していきますよ。お、結構あったかそうじゃん。はい、これね、そう、このなんていうのかな、フリースのさ、もこもこして、なんかこういうの今流行りですよね。これなんていうのなんか羊っぽい生地みたいなやつ、こういうのなんていうの、ボアっていうのか、ボアって言わなきゃね、ダメだよね伝わらないよねはい、なんか結構なんかあったかそうで、ふわふわしてそうで、良そうです。じゃあ早速ね、ちょっとハサミでちょっと開けていきますが、結構いい感じ。すごいモコモコしててあったかそう。あ、こんな感じなのがね、入ってました。で、ちなみに私は今回 L サイズを買いました。やっぱりね、結構肩幅があって、私がっちりしてるので、もう大体もう上は結構、L サイズが多かったりするんですけど、はい、まあ L がちょうどいいかなと思って。
めちゃくちゃ高そう。でもこういうの今流行ってるからさ、まあ長いのとかもあったんだけど、結構欲しかったの。欲しくてもうなんかいっぱいいろんな種類、いろんなこと、いっぱいいろんなのがあって同じようなのがあるから、まあどこで買えばいいんだろうみたいな感じで、なんて思ってるうちに、結局買わなくって、どうしたもんかと思った時に、このプチプラのあやちゃん、ね、福袋見た時に、あ、なんか欲しいのが入ってるんだと思って、はい、それもちょっと買いたくなったきっかけですね。で、ちなみに中はメッシュになってますね。まあ通気性が良い感じになるのかな。そうみたいだね。うん、ちゃんとタグもついてるでしょ。はい。内村のあやちゃんの。じゃあ早速着てみたいと思います。はい、こんな感じ。あ、結構あったかいよこれ。結構あったかい感じです。あ、丈は私で、そうですね、お尻は出ちゃうけれども、ちょうど恥骨のあたりかしら。恥骨のあたりかしら。めっちゃいいよいいよ、あったかい。でポケットがあって、で閉めてみるとこんな感じですね。あ、かわいいじゃん、あったかいじゃん。あったかいじゃない、めっちゃパジャマなんですけど、どうしたね。はい、あ、いいですよ本当に、柔らかくて。どうでしょうか。でこれ他にもベージュの色があったんですけど、やっぱりね、白が、はい、なんか可愛いなと思って、ね、まあ汚れやすい感じではあるんですけれども、普通にちょっとお出かけするときとか、なんでもこれは羽織れますね。はい。とりあえず1枚目。はい、こんな感じでございます。はい、そして次2枚目がですね、ニットが入ってるんですよね。ニットは超私好みの色で、はい、良かったなと思ったんですけど、こんな感じのニットになってますね。あ、結構なんかこういうさ、なんかあのニットとかってなんか結構寒かったりとか、なんかこう風が結構入って寒かったりかな、するかななんて思ったんですけど、結構丁寧に、はい、編み込まれている感じの、はい、ニットになってますね。はい、着てみた感じこんな感じです。ちょっと L でも結構あと M でも良かったかな。L だとちょっと大きいかもしれないんですけど、でもこのダボット感すごく可愛いですね。この袖口の、はい、ダボットした感じも。で、私あんまりね、ここら辺こう詰まってるものって好きではないんですけども、なんかこれは別にそんなに気にならないかなっていう、うん、感じがする。もっとなんかこうすごいのね、あるじゃん。こまあこれはそういう、そういうなんじゃん。とっくりセーターっていうか、とっくりセーターっていうか、あの、ハイネックだ。またとっくりセーターって言ったけど、そう、あの、なんだ、ハイネック?そう、ハイネックはあんまり苦手なんですけど、これは本当に気にならない感じですね。ちょっとしたこう、ゆるっと感があって、はい、私は気にならなかったです。はい、そしてお次はですね、黒いね、ロングスカートが入ってました。こんな感じになってますね。はい、で、後ろに一応と、ね、スリットがちょっとこう入っている感じですね。で、厚み結構だからその、まあ、M とかも多いんですけど、結構やっぱ M だとさ、一応とこう丈がね合わなかったりとかするので、今回 M にしたんですけど、まあどれくらいのね、私164ぐらいあるんですけど、まあちょっと丈がどんな感じかっていうのも気になるんでね、ちょっと履いてみたいと思います。で、生地も結構厚めであったかそうですね。はい、中はほら、うん、フリース生地になってる。裏肝っていうのか。裏肝。だからすごくあったかそうです。はい、じゃあこんな感じでですね、着てみたんですけれども、やっぱちょっと少し大きかったかなっていう感じもします。でも、やっぱり、丈に関してはですね、ちょっと登っちゃうけどね。こんな感じぐらいになるので、私はこれくらいの丈の方が好きかな。もうちょっとあんまり、長いな、短いとちょっとなっていう感じするので、これくらいの長さの方がロングスカートを履く場合は好きな感じです。ただやっぱちょっと、だいぶ、大きいかもしんない。うん、そうだね。大きいかもしんない。で、別に違和感はないので、で、しかもすごくやっぱりあったかいので、もうこれタイツ履いて、うん、全然使えそうな感じです。だもっと、まあ、好みなんでしょうけど、もうちょっとこう、ぴったりめに、はい、着たいとかっていう場合は、やっぱり、
私ぐらいのその身長だと165ぐらいだと、うん、まあ、ぴったりめに着たい、まあ、ケツの大きさとかもあるんだけどさあのなんだっけ M の方がいいかもしれないですね、うん、でこの上に関しても結構ゆったりめに、はい、できているので、あの M でもね私の身長ぐらいでもいけるかもしれない、はい、感じですね。でですね、最後はニット帽がね入ってました。ニット帽なんてずっと買ってないぞ私、いつから買ってないだろうみたいな、あ、もうなんか20代前半ぐらいに最後買ったんじゃないかぐらいのね気持ちですね。なんかキャスケットみたいなのとかテンガロンとかっていうのは買ったけど、ニット帽なんて久しく買ってないぞまあでもこれを機にちょっとね、たまにはあのつけてみてもいいかもね、はい、まあこんな感じで、はい、黒いね、ニット帽でございます。じゃあちょっとどんな感じですけどどんな感じですけどまあちょっと垂らした方がいいか、垂らした方がいいか気づいた方がいらっしゃるかもしれないけど、私髪切ったからねちょっとねああ懐かしい、なんか どういう被り方すればいいわけ、どういう被り方すればいいの、やばい、またすごいやばいこと言っちゃいそう私ちょっと、なんかもう絶対にお前アラフォーだろとか言わない言われちゃうような感じがするかもしれない、もう大体こういう感じだと私の世代的にはもうスピードでしょみたいなそういう話になるんだよ私は、なんかこうスピードみたいなあ、でもめっちゃあったかいよ、なんか久しぶりにニット帽を着て、はい、つけてみて、頭ってこんなにあったかくなるかってぐらいのね、はい感じですね。あ、いいじゃんいいじゃん、いいじゃん、たまには良くないこれ、どうですかね、はい、なんかもうなんか今井絵理子みたいな感じがする、いやもう絶対に分かってる、もうあの私よりあの若いお姉さんたちはハーハーで何言ってんの超分かんないんですけど、知らないんですけどって言われちゃうのを過去に言ってんだけどね、はい、なんかこうちょっとスピードの頃の今井絵理子っぽいなっていう風にしか思えないんですよ私の世代はね、はい、まあ、じゃあこんな感じで全部身につけましたね、はい、でこんな感じの、はい、だちょっとねやっぱ L だと少し大きいかな、うん、でインとかしちゃったらどうなの、インとかしても可愛いんじゃん、あでボワッとなっちゃうか、ですでにねやっぱね黒だからね、私ほら猫飼ってるからさ、ちょっとね、コロコロしたりとかちょっとちゃんとよくしすぐしまうようにとかしなきゃダメみたいダメかもしんない、うん、あでもインしても可愛いんじゃない、うん、そうそう、インしても可愛いかもしれない、でもちょっとここら辺ボサッとなるかな、まあまあ好き好きだな好き好きって感じで、でこれを着てだ着て、まだ福袋のものを全部着てみるとこんな感じだ、なんかプチプラのあやちゃんも広告で見た時結構ダボっとした感じで着てたから、まあこれもこれでありなのかもしれないね、はい、あもうこんな感じ、えいいじゃん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 はい、こんな感じで、であれか、そうそうそう、まあ、バッグを持つみたいな、あこれまあ一応こうなんかこういう感じサンタクロースやないかみたいなのねあるけどまあそうね、まあいろいろ物を入れて、はい、まあ肩掛けだったりちょっとこうちょっと後ろに持ってこう足こう立てたりとかっていう感じになったと思いますね、はい、あめっちゃあったかい、もうこれ着てるだけですっごいあったかいですね、うんこれちょっともう朝に着てこう朝出かける時とかに着てこうって感じですね、はい、では、はい
ということでいかがだったでしょうか。今回ですね、2020年福袋の島村とプチプラのあやちゃんのコラボの福袋の、中身の紹介とレビューをさせていただきました。もし気になれば、まあ一応と商品番号載せておくんですけど、まあ多分売り切れてるところも多いかと思いますので、各島村のお店にね、まあ聞きに行ったりとかお問い合わせをしてみてください。はい、それじゃあ今年もどうぞよろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。またね。バイニャン。